スタリラスとソポチャにはセルビアの世界遺産の一つである。1979年に当時のユーゴスラビアの世界遺産として登録されたもので、現在のセルビア領内の世界遺産としては最初に登録されたものである。登録対象に含まれているのはかつての王都であったラスの遺跡のほか、セルビア最古の聖堂や、 セルビアに残るもので最も美しいとされるフレスコ画をとどめる修道院などである。登録名称通り、ノビパザル周辺に残るラスの遺跡とソポチャに修道院及び近隣の関係する建造物群が対象となっている。スタリラスは古いラスの意味で10世紀から13世紀の間、ラシュカ地方の首都だった都市の遺跡である。現在残る遺跡群は、 高級跡と推測されるいくつかの建造物組や、聖堂跡などである。生神女の終身ソポチャニ修道院は、1260年頃に建てられたセルビア正教会の修道院である。セルビアをステファン・ウロシュ一世の命で建造された、修道院で、特に付属聖堂のイタリ製 S3 社聖堂に残る、フレスコが作品、聖神女の終身は、作者は不明であるが、 セルビアに残るフレスコ画の中では最も美しいものと評されており、13世紀のビザンティン美術の中でも特に優れたものの一つともされる。聖ペトル聖堂聖ペトル聖堂とネクロポリスは、ノびパザルに残るプレロマネスク様式の聖堂及び墓地である。聖堂は6世紀に創建されたと考えられているが、現存する。 建造物群は10世紀頃のものと考えられている。この聖堂はセルビアに現存する聖堂として、最古というだけでなく、バルカン半島に残るキリスト教建造物群の中でも最古である。聖ペトル聖堂と呼ばれてはいるが、実際には聖ペトルと聖パウェルに建造されている。聖堂の周辺には、いささか傾いた幅広の十字架の林立する墓地が残るが、 この墓地は現存する聖堂よりも前に存在していたと、される。ジュルジェビストゥポビ修道院、ジュルジェビストゥポビ修道院は、ノビパザル近郊の修道院で、ジュルジェビストゥポビは、聖ゲオルギの柱の意味である。1168年の創建で、特に修道院付属の聖ゲオルギ聖堂は、ロマネスク建築とビザンティン建築が混ざり合った、独特の様式を留めており、 その古さだけでなく、広大に与えた影響の面からも重要である。この修道院には12世紀から13世紀にかけての優れたフレスコ画も残っている。トゥルゴビシテの下町を含むグラディナの城壁も、ラスの防衛施設を考察する上で、重要内跡として、また当時の建築様式の特徴を留めるものとして、登録対象に加えられている。グラディナの城壁は、 トゥルゴビシュテの街を守るために周囲に張り巡らされた城壁である。町全体を取り囲む状態になったのは12世紀のことであるが、最初の建造は9世紀に遡る。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。